何時ぐらいから来られたの？今日は3時から。3時から
あるよね。そういうのして何も考えてる。逆に小顔とか。Ha ha ha.
私も可愛い。
当は網網も入れたかった。サンドイッチナッツゲームですので。
ちらのパンって何パンみたいな。ここにニョロニョロパン。ニョロニョロパン。ここにあの目ん玉がつくんです。はい。ですか、もう惣菜担当の人とも完全に分かれてる。そうですね、大体はもう分かれてて、もう別の日とかは別にそのパンを焼くではなくて、ではなくて、もう私はずっとこっちで、手が空いたら向こうに手伝いに行くぐらいで、ちょっと手伝いみたいな。はい、もうほとんどこっちで。ありがとうございます。大体朝来られて帰るのってもうお昼過ぎぐらいですか。1時ぐらいですね、大体。はい。ただその間もひたすら作り続けるみたいな。そうですね、もうパンの数決まってるんで、コッペパンとか出てくる数が、それとりあえず全部終わらせて、その後仕込みとかして片付けして終わりって感じです。どんな感じに出来上がるの？さつまいもの、大学院のさつまいものって上に乗せるんですね。基本的にデザイン担当みたいな感じ。そうですね。そう、なんか仕上げ担当、窯担当になります、ね、丁寧な作業で。あんまり綺麗なものじゃないですけど。
からどんなものが出てくる。これはデニッシュが出てきます。チェリーのアイと何種類かあるの。そうですね、こちらカスタードになります。でももう一回焼き上げるみたいな。焼き上げる。そうです、はい。この上にクリームチーズが、で発酵して、あ、もうこれ発酵した状態 で、あとは焼くだけ。あ、なるほど。発酵したらこんな感じになるんですね。そうですね、あのちょっと膨らんで。長いんですか。いえいえ、一番のペーペーです。
から揚げるみたいな感じ。店のメニューっていうのはみんなで考えたりとか、そうですね、試作を出したりとか、あ、こうしたらいいよとか、はい、で食べ合って感想を。
カレーパンってすぐ売り切れるもんなんですか？もしそうですね、はい、土日は特に出したらすぐなくなることが多いです。予約とかできたりするんですか？あ、もちろん予約も可能ですし、お取り置きもお一つからできるので、まあ美味しいパンを食べに来ていただけたらいいなって思います。あと一緒に働いてくださる方も募集しているので、ぜひお電話でもいただけたらありがたいです。さんの一番人気という揚げたてのカレーパンですね。めちゃくちゃ熱い。やっぱさっき揚げたてだから。じゃあいただきますね。うん、うまっ。僕今日朝3時半から撮影してるんですけど、ちょっと眠かったんですよ。もう目がめっちゃ覚めました。で、これなんかお肉スパイスで漬け込んでますかね？ですよね。めっちゃ説明見たんで、はい、そのままいって感じ。はい、そうです。美味しいです。ありがとうございます。結構ね、ずっしりとした感じですよね、具材が。あ、いいですか？あ、ちゃんと取るな。全然やっぱ普通、なんかちょっと上品な感じですね、見た目が。なんかカレーのね、しっかり煮込んであるので。うーん、いただきます。うん、うん、あ、このサクサク、まず最初にサクサクで、なんかもですごい、このなんか、なんか、うん、本当にスパイシーですね、これ。やっぱりこれあれですか、もうパン、カレーパン用にこの具材も感じも変えたりしてるんですか？朝、はい、炊いてます、自分で。また普通のご飯にカレー、なんか上に乗せるカレーとは違って、なんかしっかりね、味が染み込んでます。あ、うまい、最高です。